交差点の真ん中で白い車が横転し、もう一方の黒い車は前の部分が大きく壊れています。事故があったのは札幌白石区本郷通り13丁目南付近の交差点で、今日午前2時半ごろ軽乗用車同士が衝突しました。警察によりますと、右折しようとした車と対向車線を直進してきた車が衝突したとみられています。この事故で右折車を運転していた60代くらいの男性が軽いけがをしました。現場は見通しの良い信号機のある交差点で、警察で事故の原因を詳しく調べています。